コーヒーミルク COFFEMILK3。 僕が先生に意味不明な感じで頭ごなしに怒られたら、まずは落ち着いて先生の話を聞くのだ。怒っている時は何を言っても通じないので、まずは話を聞いて先生の言い分を理解するようにします。もし納得できないことがあれば落ち着いて質問をするのだ。怒っている先生に質問するのは怖いけれど、わからないことはわからないと素直に言うのが大切なのだ。それでも先生が怒鳴り続けるようであれば、その場は一旦離れて落ち着いてから先生と話し合いの機会を設けてもらうようにするのだ。